トイズ。トイズです。続きあるかと思った。特にないんですけど、今日はなんでちょっといつもよりアップな画角なのかっていうと、なんとメイク動画となっております。お、とうとうですか。とうとうよ。でもこれはただのメイク動画じゃなくて、便利ドッキリです。何ドッキリかというと、もしも彼女が突然思いっきりイメチェンしたらどんな反応するのか。なんかさ、 TikTok とかでさ、めっちゃロングの彼女がショートにしたらどんな反応するのかとか、そういうのやってるじゃん。あ、そういうのいいなと思って。私でも髪切る勇気はちょっとなかったから、化粧を変えてみようと思って。そのまあ何になるかっていうのは言わないでおくので。いや、もう3年してるんだ。あ、そうだった。自分にも内緒にしようと思ったんだけど、バレてるか。今レンがあの編集のチェックしなきゃいけない動画が 2,3 個溜まってるので、家だと集中できないっつってカフェにもともと行くっていう予定だったから、この日を狙ってやっていきたいと思います。それがね、絶対しばらく帰ってこないから大丈夫。万が一帰ってきたらしょうがないね。じゃあやっていくわ。レッツヤマンバ。で、先に言っとくんですけど、私ヤマンバメイクとかギャルメイクやったことなくて、そうだからちょっとやり方とかわかんないから自己流でやっていきたいと思います。とりあえずさ、一番濃いファンデーションがこれしかなくて、どんぐらい黒くなるのかわかんないんだけど、素人がやるヤマンバメイクっていうことでね、やって柔らかに頼みますよ皆さん。ヤマンバもっと濃いだろみたいなコメントくるんですかね。ヤマンバガチ勢いるんですかね。そう、ヤマンバガチ勢で、ちょっともう前髪止めるのが今ないから、ヤマンバグッズ取り出して前髪止めていこう。これヤマンバの人がつけるピンなんですか。うん、なんかヤマンバってこういうピンク好きじゃない。知らないですよ、友達にヤマンバいないんで。私もね、いないのよ。まずはこちら、ケイトのなんとかファンデーション05番小麦色の肌。なんかメイク動画っぽい。みんな気になってたんじゃないでしょうか。あ、でね、なんかカラコンがさ、ギャルっぽいのなくて、今つけてるこのまんまのカラコン、うん、このままいきたいと思います。お手柔らかに。結構真っ黒ね。結構黒くない？でもなんか全然え、結構黒いよね。黒いわ眉毛消してみるわ。わあ、化粧落とせばよかった。コメント欄であれ多くないですか。うん、すっぴんブスだなみたいな。いつもどう思うんですか、そのコメント来て。何も思わん。なんかさ、お化粧ってさ、変わんないと意味ないじゃん。だって何のために化粧してんのって感じじゃん。確かに。だから別にすっぴんがブスであろうとすっぴん全然違うんだろうなとか言われても当たり前でしょって。そのために化粧してんだから。確かに、化粧変わんないんだったら化粧する必要ないですもんね。そう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 、だから別に何も思わないんだよね。だから気にすることないんだよ。もしも気にしてる方がいたらね、伝えたい。うわ、なんかお肌が呼吸してない。やばいかもしれない。俺ずっとカメラ見てたんですよ。うん、ギスムス見たらやばすぎる。首の色と全然違うもんね。でも肌綺麗に見えるこのファンデーションで、ちょっと白いなんかやつなんかなかったから、普通にドンキのパーティーコーナーに売ってる白塗り買いました。なんとカメラが落ちちゃいました、鼻の線入れてる間に。でもちょっともうヤマンバさんっぽくない？ハッピーハッピーハッピーチルドレ。ちょっとヤマンバさんはなんかハイライトをこうやってちょっと T にしてるんだよね。こうやってこうやって。ヤマンバさんはポスカで描いてる人いるらしいよ。ポスカ、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 あのペンのポスカ。アイシャドウ塗っていきます。これ、ここからは完成までお楽しみ。ヨーコが苦戦しながら挑戦したヤマンバ。スキャワキャラさ、近づいてきたと思わない？ヤマンバヨーコまで解き飛ばし。イエーイ、チョベリグー、チョベリジョ、あ、チョベリバよろしく。じゃあこんな感じでね、レンがあとちょっとで帰ってくるということだったので、コートはちょっとまた外で待ってもらって反応を取っていこうかなって思うよ。
もっとコミュ障になってと横だよね。違う。何？横ぽよ。パクリやん。鈴山横ぽよなんだけど。それなんかなんだっけ、マンバ？いや、マンバ先輩。マンバの時代にぽよとかないべ。あるし。あったん？あるし。不安そうじゃん。あるし。あんの、ま。どういうこと？ゆめちゃん。目泳いでるけど不安になってんじゃんもう。ゆめちゃん。ゆめちゃん。いい感じ。いい感じ。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。いやあ。イラつくなこいつなんか。いやあ。いやどういうことなの、なんでどういうかあれ？なんか、うん、いつも同じじゃん私って。だから。鏡見た。え、毎日見たよ。毎日今の顔か見た？いやもちろんだし。えずどう思ったの？今日めっちゃ漏れた。漏れてんの？え可愛くない？まあ可愛いんじゃないですか？いい感じ。でももういいんじゃない？もうどうせあれでしょ？違うか。わかんないけど。わかんない。続けんだ。困ってるね。何？困った末に何？パラパラ？どうすりゃいい俺。もう喋れなくなっちゃってんじゃん。ね。その綺麗いらんのよ。綺麗まさなくていいのよ。カメラそこ。割といつもより隠してないね。物前に何もないやん。来た時に、なんか、1秒ぐらいで、ドッキリかーと思うよ、もちろん。え、マジで言ってんの？いえいえ、気づくでしょ。はい。ドッキリ大成功。もう何でも成功だね、最近。イエーイ。急に黙んの？もうなんか限界感じてんのよ。こうやって後で見たら分かると思うけど、なんかもうしんどくなってたの、目がすげえ泳ぐし、なんか困ったら、これやって。しみちゃんをこんな感じで、はい、グドボと、コメと、デスブニカキと、戦略プロフィール。戦略。ね、コメでちょっと思ったけど、次来んのかなと思ったけど。違う？チャンネル登録、いつから来たのあんた。YouTube 知ってる？うん、かろうじて。かろうじて？行ったりしてんの？四つ目でしょ？やなくヤンキュー、やらしくー。